味わうのはいいんですけど、もうちょっと早く食べてもらっていいですか。でしょ、皮まで食べるんですよ。皮から からですね。始めようか。ちょっとピシッとしてもらっていいですか。気づいていただきました、この細かいところ。こだわりですよ。立って立って座って、足はさあ行きましょう。まずは新年のご挨拶から、はい、はい、皆様、私たちが皆様新年のご挨拶、新年明けましておめでとうございます。さあ今年1年も太郎次郎一門をどうぞよろしくお願いいたします。さあ皆さん、新年早々ラッキーですよ。お猿さんに出会えたことがラッキー。厄を去る、災難を去るっていう非常に縁起のいい動物なんですね。ましてや猿回しというのはですね、あの結婚式などお祝い事に呼ばれる行事でございます。非常に縁がいいわけでございます。しかもですね、1年の最初は笑うのが一番でございます、ね、いつもこの3日間だけはね、もうとにかく笑って楽しく過ごすことによって1年が楽しく過ごせると言われておりますので、しっかり今日は笑って楽しんでお帰りください。さらに今日はもう1個、皆さん特別にもう1個スペシャルなことありますよ。他では味わえないラッキー感、なんとうちの子、猿回しの現役、なんと唯一の猿年、非常に縁起がいい。しかもうちの子、さらに運勢がいい。なんとですね、手相にね、覇王戦付き。覇王戦知ってます？あの天下統一できると言われてるね、なんですよ。今生きてる人で言えばダウンタウンの花ちゃんとかがあるそうですよ。あと織田信長とか豊臣秀吉、そんなのが持ってた線をなんとうちの子があるんです。しかもただの傷。じゃあその時ね、しっかりご挨拶して始めていきましょう。はい、今日頑張りますのは私たち半生のおなじみ太郎次郎一門、小梅と正恵です。どうぞよろしく、まあ、お願いいたします。さあそれでは頑張っていきましょう。まずはこんな芸用意してきました。ごめん、引っかかってた。こちら小梅ちゃん得意芸からいきましょう。竹馬でございます。もう乗るところから一味違いますよ。しっかり見てください。うん、おーですか。これしっかり握ってるの分かります？しっかり握ってる、ほらしっかり握ってる。さあ行きましょう、せーの、はい、ありがとうございます。拍手いただきました。いやーこの芸ほんとすごいんです。普通のお猿さんは1週間から2週間かけるところ、小梅ちゃんはなんと3ヶ月頑張りました。この成果を見ていただきたいと思います。今乗るとき手伝いました。次は小梅ちゃん自分で考えてみるんです。ちょっと足場にご注目ください。ほら向き考えたの分かります？え、大丈夫ですか皆さん。あのこれ猿っていう動物なんですけど、あまりにも感動がなかった。お客さんの顔、へー見た、ね、もうちょっと感動的なシーンなんで、ね、よろしいでしょうか。あのもう一回いきましょう。これあえて逆ですからね、あえて逆。もう一本ありますから、小梅ちゃんお願いしますよ。さあね、見ててください。これねちょっと違うなと思ったらくるっと回転乗るわけです。見ててください。ちょっと待てー。でもすごいおかしいでしょあなた。これはこれすごい、これすごいと思いませんか。よくそれで転ばないね。新しいな。どういう転び方してるんですか。ちょっとチャンネルちゃんと真面目にいきましょう、真面目にね。さあじゃあここからがすごいんですよ。なんと人間ではできません。竹馬に乗ってハードルジャンプいきたいと思います。まずは1個、はっ、よし、いいですね。さあどんどんいきましょう。続いては2つになります。よっ、いいね。そして3つ、まだいきます。3つ、よし。さあまだまだいきます。今日はさらにこちら、次は連続跳びいきますよ。あ、触らないでくださいね。あのお父さんしっかり手洗ってください。1週間後これになりますよ。しょんべつ、止めて、はっ、よし、いいね。さあ驚きにはまだ早い。今日は最後はなんとこの距離いっぺんにいきます。さあ集中して距離いっぺんに、はっ。違うだろ、リハーサル通りお願いしますよ。3つ、さあそれでは小梅
はこちら走り高跳び見ていただきましょう。さあどんどん行きましょう。ただねこれちょっと苦手なんです。一番低いところから始めていいですか。ありがとうございます。では遠慮なく頑張っていきましょう。何の笑いでしょうか。あのうちの子一応真面目に歩いてるつもりなんですけど決してネタ入れてませんからね。段目着地にご注目どうぞ。前転軽やかな感じ。あどうも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 友達か。2段目胸の高さ。ああ正気入ってるね。よし引いてくんだ。さあ、じゃあ行きましょう。2段目張り切って行ってみよう。はっ何やってんの。どんどん検出もらっていいですか。2段に何分かけるんだよ。2段目張り切ってどうぞ。いいですね。ありがとうございます。だからアピールしないの。一時アピールさあじゃあ行きましょう。三段言いたいんですけど今日はお正月ですよ。普段通りじゃありませんよ。もう一段、とかおーとか言われると伸びるタイプです。できます。じゃあそうやって言ってもらえるためにねもう一段用意してます。こちらそう言ってくれたさんのために用意してます。行きましょう。こちらです。危ないかやめましょう。さあ行きましょう。こちら落ち込むんじゃないよ。さあ聞かれて、はい、どれだけすごいか、ね、本人もこの弱気分かってあげてください。どれだけ大変か身長と比べると分かりやすい。身長の約10倍に。何かおかしいでしょ。さあ冗談さてきね真面目にいきましょうか。いやいやでもね本当ね皆さんこれだけ見てもね本当にどれだけすごいことかまだピンときてないと思います。じゃあねもう皆さんに分かりやすくするためにですねこの高さどれだけ大変か分かりやすくするために今日は特別ゲストを呼んでおります。いきましょう。本日の特別ゲストなんと正面の僕です。あのうちの子の代わりに飛んで。ノリか。まずまずから。いやもうちょっと症状高くしてじゃああの妹さん推薦してるお兄ちゃん。お兄ちゃんの方だよ。なおい妹さん押すぐらいなら僕おいで。無理みんな本当にあのみんな似てるからいけると思ったんだけど。まあ冗談さんの時真面目に行こうか。みんな無理だよね。ここは見せどこだろう。コミちゃんよっしゃプロの根性見せてやれ。9歳って言っても芸歴8年ですからもう任せてください。無理じゃない。おい、なんで急に足が痛いの。ちょっと急に立ち悪いね君は。ちゃんと歩けるんだ。足から歩きなさい。しっかり立ってもらう。立ちなさい。おい、なんか足や足いろいろやってる。どんなやつ。さあ、冗談ご案内しましょうか。さあ、行きましょう。じゃあ最後決まりましたか。今日一番の大きな拍手お願いいたします。本日ラストはこちら。さあここはもういきますよ。この芸に関しては説明はいりません。見ていただければ凄さが伝わります。さあここから私たちも気合が違います。おいきますよ。次やさあそれでは行きたいと思います。かっこいいな。しっかり見てください。
竹井馬の真剣に見ましょう。竹馬の鷹乗り、ご覧ください。芸能猿マジックで一生懸命頑張れるのはこうやって皆様の温かい5000円これからご祝儀のおかげでございます。コメちゃん一生懸命頑張りました。頑張ったね、美味しいも食べてねと、少しでも大奮発をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではジョネット回していきます。お父さん頑張ってね、少しでも大奮発を下げてください。まあいきなりご祝儀なんて出し方困ってると思うんで、ご参考までに。コメちゃんは丸いのよりも四角いのが大好きです。